最初は裸足になってください。あのバリーシューズ、靴下、何も履いてないかもしれないですけど、裸足になって自分の足をまず見てください。本題に行きます。今日は皆様とルルベについて一緒に取り組みたいと思います。で、ルルベをするのではなく、最初は裸足になってください。バレーシューズ、靴下、何も履いてないかもしれないですけど、裸足になって自分の足をまず見てください。このように。で、足はそもそも3つの形に大きく分類されてるって言われていて、まあその指の形なんですけれど、1つがエジプト型、2つ目がギリシャ型、3つ目がスクエア型で、最初のエジプト型っていうのがこう親指が一番長くて徐々に短くなっていく。で、2つ目のギリシャ型が人差し指の方が親指よりも長いので、少しこうカーブになってる形で、スクエア型がそちらはあまりいないって言われてるんですけれど、全部が名前の通りスクエア型に揃っている指です。で、これをこう自分の足はどういう足かっていうのをまずよく見て、知るだけでも自分のその足の傾向、体重のかけ方がどういう風なのか、そういうのが自分で気づけるようになってくるので、案外ちゃんと見ないかもしれないので、まずよく自分の足を見てみてほしいです。では始めましょう。足はルルベするにあたって、まあこう足の中の筋肉だけではなくて、ふくらはぎだったり内ももだったりコアも全部つなげていくのが本来ルルベではあるんですけれど、今日はまずシンプルにルルベとは、正しい形とはというところにフォーカスして一緒にやりたいと思います。ではまず足揃えてみましょう。ではまずまっすぐ立ってみましょう。指の向きがしっかり揃っているか、指が力を入れて丸まっていないか、そして両足がどのように床に触れているかを感じながら立ってみてください。あとはどちらかの足が少しだけ前に出てるという場合もあるので、しっかり両足を揃えてまっすぐ立ってみましょう。両手つかまれるところでいいので、そこからルルベをしていきます。しっかり足の裏指を押しながらかかとを上げていきます。まっすぐ降りてきます。指、足の裏を押しながらかかとを上げていきます。かかとは外側でバラバラにはなりません。ずっと一緒に揃えたまま、まっすぐ降りてきます。もう一つ悪い例です。骨盤の位置が足よりも前に出てきています。かかとと骨盤の位置が揃っているところから、指の重心の方に骨盤を真上に持っていきます。そこからそれをキープしながら一緒に降りてきて戻します。悪い例です。膝が曲がっています。
伸びたまま足の裏から上がっていきます。では一緒にやってみましょう。皆さんは両手バーにしてください。私は見やすいようにこちらの正面を向いてやります。ゆっくりまっすぐ上がっていきます。ゆっくりコントロールしながら降りてきます。もう一度足の裏をしっかり床を押して降りてきます。もう一度ゆっくり上がりましょう。まっすぐ上がっていきます。できる人はバランス掴んだままでもいいです。もう一度掴んでからゆっくり降りていきます。はい、ここまでです。ではまだ続きます。今日は足を開いてルルベとかはしないで、あくまでもパラレル6番ポジションでありますけれど、今度は片足であります。片足側はつけないで離したまま少し曲げて浮かせておいてください。そして今の同じことをしていきます。まっすぐ上がるだけでも同じ注意です。膝を曲げていかない、骨盤を押していかない、指は丸めない、伸びたまままっすぐ上がっていく、でそのまっすぐのまま降りていく。あと片足は立った時にこのようにまっすぐではなく、かまわしと言われる足が外側に行ってしまう、そういった状態になりやすいです。2番目と3番目の指を押すようにしてまっすぐ立つことを心がけてください。それを音で同じようにやってみましょう。では音でやってみましょう。皆さんは両手バーでいいです。私は皆さんに見やすいようにこちら側を向いてやります。で右から私は軸足でありますけれども、どちらからでも大丈夫です。必ず反対側もやるので足を変えてくだされば OK です。では準備しましょう。両手つかんで片足浮かせていきます。まっすぐ床を押しながら、しっかりなるべくかかと高くまっすぐ降りていきます。目線が下に落ちやすくなるのでまっすぐ前を向きましょう。耳の後ろ、首の後ろも長く背中を立てています。そこでバランスに挑戦します。ゆっくり掴んでゆっくり降りてきます。足変えます。反対側、骨盤上げていかないようにまっすぐ、指は丸まってないです。まっすぐ床を伸びた状態で感じています。骨盤も前には押していません。ゆっくり降りてきて、一度2番目と3番目の指で床を押していることを意識してバランス、掴んだままでももちろん大丈夫ですよ。最後に言っちゃいましたけど。そしたらふくらはぎの後ろ使ってるのでストレッチしましょう。しっかりお尻出したままではなくて押して、反対の足も、はい、ここまでです。いかがでしたか？今日やったルルベ、一見簡単なんですけれど、こうポイントを考えていくと難しさがあったり重要なポイントがたくさんあります。
今日やった6番パラレルだけでなく1番5番とポジションを変えていくときに1番5番だとこう開いて足を重ねてでいくとさらに難しさが増します。なのでまずは今日やった6番のパラレルでたくさん練習して感覚をつかんでみてください。